いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣り手学べるです。今回は魚の適水温について解説いたします。渓流に住むイワナやヤマメ、温かい水をたたえた池に住むコイやフナ、変温動物である魚にはそれぞれ生息できる水温の範囲があります。また水温変化に非常に敏感なのも魚類の特徴です。今回は釣りと水温の関係について考えてみましょう。本日の結論です。よく釣れた時の水温。本日の目次です。魚種によって異なる適水温、生物学のデータと釣りのデータ、適水温を選ぶ魚たち、水温変化に気を配る、釣り場全体の状況を把握する。特典パートとして釣りって学べるが YouTube のコミュニティアンケートで調べた代表的な釣魚の適水温を紹介します。それでは解説していきます。魚種によって異なる適水温。魚は変温動物なので生息可能な水温の範囲、水温域が限られます。水温がこの水温域より低すぎても、また高すぎても魚の活動は鈍くなり、最後は昏睡状態になったり死に至ったりします。魚種によって水温域には差があり、各魚種が住み分ける理由の一つとなっています。例えばヤマメやイワナなどは冷たい水に住み、コイやフナは暖かい水に住みます。このことから水温の低い渓流などに生息するヤマメやイワナなどを冷水性の魚と呼びます。特にイワナはまだ雪の残るフィールドでも釣ることができる魚です。河川の中流から下流域や平野部の湖沼など比較的水温の高いところに生息するのが温水性の魚です。コイやフナなどはその代表格といえます。冷水性と温水性の境はおおよそ水温20度とされています。また水温域の上限から下限までの幅も魚種による差があります。コイの成長に適した水温は15度から30度ですが、冬場の越冬休眠期を含めれば7度でも生息できます。これに対してクロマグロは休眠をしないこともあり、15度から20度でないと長く生存できないというデータがあります。コイのように生息できる水温域が広い魚種を高温性、反対に狭いものは強温性の魚種と呼びます。生物学のデータと釣りのデータ。こうしたデータは関係機関の調査や研究で判明したものですが、調べ方や調べる基準、調査地域、研究機関によって内容はまちまちです。そのため、すべての魚種を比較するためのデータとしては利用しにくいのです。また、こうした資料に記載されている適水温は、釣りでいうところの適水温とイコールであるとは言えません。そもそも釣りの入門書などに書かれている適水温の多くは経験に基づいたデータ、すなわちよく釣れた時の水温だと考えられます。釣りに関しては単に生息できる水温ではなく、活発に餌を取る水温がその魚にとっての適水温ということになります。養殖のように給餌するならともかく、自然のフィールドでは餌の有無も問題になるでしょう。加えてフナのように水温が成長に適した水温域よりかなり低い時期でも釣れる魚種も少なくないため、データは一つの目安として考えるべきです。適水温を選ぶ魚たち。では、魚はどれくらい敏感に水温の変化を感じ取り、どう対処しているのでしょう。魚類学者が行った行動実験の結果では、多くの魚種が 0.03 から0.05 度というわずかな温度変化を感知できることが判明しています。高温性のコイでもプラスマイナス1度の温度を察知するといいます。水温を感知するだけではなく、水温が上下するたびに死んでしまうのでは魚は子孫を残せなくなります。そこで魚には水温を敏感に察知して移動する習性が備わっています。例えば湖では夏の暑い時期には少しでも水温の低い場所に集まってきたり、海では暖流や寒流の影響で
刻々と変化する適水温域とともに移動したりします。生物学ではこれを恒動的体温調節と呼びます。水温変化に気を配る、好む水温を求めて移動したり活動を活発化あるいは抑制する魚がいます。その動きを捉えるにはその日その場所の水温だけでなく水温の変化にも注目する必要があります。まず第一に、急激な水温の変化は魚にとっていい影響を及ぼしません。海などの広い水域であれば急激かつ広範囲な水温変化は起きませんが、それでも魚たちは水温変化の少ない場所や適水温に少しでも近い場所へと移動する傾向にあります。池などの狭い水域では日射や降雨などの影響で急激な水温変化が起こりやすくなります。こうしたフィールドでは海の魚のように大幅な移動ができないので活動が抑制されます。つまり餌を取らなくなります。海であっても遊泳力の弱い魚、定着性の強い魚は同じような状況にさらされることになります。釣り人の格言に上げ3日下げ3日という言葉がありますが、これには水温が上がっても下がっても3日すれば落ち着いて魚が餌を取るようになるという意味があります。これは逆に魚にとって何より急激な水温の変化がストレスになることを表した言葉と言えるでしょう。次に、その日の水温が適水温より低かったとします。では前日の水温はどうだったのでしょう。さらに低い水温から適水温域に向かって水温が上昇していたのでしょうか、それとも適水温域から下がったのでしょうか。いずれの場合も急激な変化が望ましくないですが、適水温域に向かって水温が上昇したのであれば魚は活発に動き、適水温域から下がったのであれば活動が抑制されることが予想されます。一日のうちでも水温の変化は起きます。朝夕の真面目時が釣りのゴールデンタイムということは広く知られていますが、日中晴れていたとするならば朝真面目よりも夕真面目の方が水温が高くなります。夏の暑い時期は多くの魚にとって夕真面目より朝真面目の方が適水温に近くなり、逆に冬の寒い時期は夕真面目の方が水温の条件はいいということになります。釣り場全体の状況を把握する、魚の行動に水温が影響する以上、水温計などを使用して釣り場の水温を調べることは大切なことです。しかし現実として測れる水温は釣り人の足元の、それも表層の水温でしかありません。深い場所あるいは遠くの沖の水温は推測するしかないのです。さらに水温は魚の行動に影響を及ぼす大きな要素ではありますが、それと同時に水温は魚の餌の有無や養存酸素量などにも密接に関係していることも無視できません。例えば日本海沿岸では春に大量の雪解け水が海へと流れ込むと、その影響で海底の温度は一気に低下してしまいます。このような状況では普段海底の餌を捕食しているクロダイのような魚がより温度の高い適水温を求めて上層へと浮いてきます。その一方、暖流に乗って岸に近づいてきた回遊魚もこの冷たい水海を避けると考えるのが普通ですが、冷たい流れの中にいる餌の小魚を狙って流れ出しまで入り込んでくることがあります。また夏の湖では水中の養存酸素量が一番多いのは水深1メートルから2メートルの層とされていますが、一般に表層の水温は低層よりも高いのです。温水性の魚にとっては都合のいい状況ですが、冷水性の一部の魚たちは酸素が少なくても水温の低い中層から低層に行こうとする生理的矛盾が起こり得ます。つまり酸素と水温のどちらを選択するのか、魚だけではなく釣り人自身も迫られることになります。このように実際の釣りにおいては水温に関連する諸要素も含め、釣り場全体の状況を総合的に把握推測することが重要になってくるのです。それでは特典パートとして、釣りって学べるが以前コミュニティ機能のアンケートを活用して調べた
よく釣れる魚の適水温を紹介します。あくまで参考程度でよろしくお願いします。カマス19度から26度、マアジ16度から26度、アオリイカ20度から25度、ヒラマサ17度から25度、カンパチ17度から25度、キス15度から25度、クロダイ15度から25度、ヒラメ15度から25度、スズキ14度から25度、サワラ18度から24度、タチウオ18度から23度、ブリ16度から21度、メバル12度から18度、カタクチイワシ14度から17度。今回の特典パートで紹介した適水温の範囲以外でも釣れたよという水温がございましたら、どしどしコメント欄まで教えてください。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。